岐阜カルチャー、はい、淡い光が漏れる帽子や靴、光の陰影は繊細な模様を浮かび上がらせます。これらは実は薄い磁器でできているのです。作るのは岐阜市在住の陶芸作家、小塩かおるさん。小塩さんは身近にあるものをモチーフに硬さと柔らかさが共存する磁器の表現を追求しています。岐阜カルチャー、今日は陶芸作家小塩かおるさんの世界に迫ります。岐阜カルチャーの担当は吉田アナウンサーです。はい、今日は岐阜市在住の陶芸作家小塩かおるさんをご紹介します。小塩さんの作品の特徴は、内側に電球などの明かりを仕込み、そこから漏れる光の陰影で模様を浮かび上がらせるところです。日常から紡ぎ出される美を追求する小塩さんの制作の現場を取材しました。自宅の横に設けたアトリエ、小塩さんはここで創作活動を行っています。アトリエにたくさん並ぶ石膏、これが作品の元になる型です。この石膏の型に練った土を流し込んでいきます。このような型を使う技法を鋳込みと言います。鋳込みは同じ形のものをたくさん作ることができるため大量生産に用いられますが、小塩さんの場合はあくまで原型を作るための手段です。一晩乾燥させて型を取ると靴の原型が姿を現します。厚さはわずか 2,3 ミリ。光を透かすためにできる限り薄く形作ります。まずまだ柔らかいうちに手でわざと歪ませていきます。そうすることで年月が経ったような風合いを出します。次に取り出したのは岐阜の美濃和紙、これが光の陰影を出すための素材となるのです。デザインの元になる線に沿ってカットし、型紙を作ります。切り取った和紙を磁器に貼り付けていきます。その上から柔らかく練った粘土を塗り重ねていきます。その後、まだ粘土が柔らかいうちに和紙の部分を剥がしていくと、表面にわずかな凹凸ができ、粘土の厚みに変化が出ます。光がどう透けるのか想像しながら厚みを調整していきます。和紙を剥がしてできる線はまっすぐではありませんが、これによって硬い磁器に柔らかさが加わります。さらに小さな刃で細かく表面を削り、縫い目のような模様をつけていきます。小塩さんの代表作の一つ、痕跡の結晶、ストライプの靴。表面に施された凹凸は内側から漏れる光の量に変化をもたらし、その陰影が幾何学模様となって浮かび上がります。艶を出す釉薬をあえて塗らないことで布のような柔らかな質感を表現しています。磁器のきめ細やかさ、さらに湾曲した面が美しく出ること、エッジも際立つこと、しかも等高性がある点を生かそうと思い、オリジナルとして考え出しました。小塩さんの陶芸との出会いは、
京都の芸術大学で工芸を専攻していた学生時代、陶芸の授業を通じて硬さと柔らかさを兼ね備えた磁器という素材そのものに魅了されていきました。初めて作った陶芸作品です。モチーフに選んだのが大好きな靴でした。靴は大好きなんですが、やはり自分にとってリアリティなもの、身近なものっていうのは制作した表現しやすい、素直に表現できるという点があります。大学院の卒業制作で作った痕跡の結晶と名付けたシリーズ、靴の柔らかさを表現するために編み出した手法が中に光を取り入れることでした。光で陰影が出ることで、特に磁器の場合、柔らかさとエッジの強さで、日常親しんだ素材の親しみやすさと壊れやすいといった緊張感、その同時にそれらが共存することによって、より作品が面白くなるのではないかなと思ったんです。小塩さんは等高性を生かした手法で一気に注目を集めるようになります。国内にとどまらず、スイスやフランスなどのコンテストで受賞を重ねるなど、海外でも高い評価を得てきました。磁器の持つ柔らかさを追求するお嬢さんが今取り組んでいるのが、草花の模様を施した作品です。結婚を経て子育てや家事もしながら生み出してきた作品には、暮らしの中で見つめてきた四季折々の自然が表現されています。これは節穀です。季節ごとに庭に咲く花々、これを細かくデッサンします。生活の中でそういった生命感や生命力を作品に取り込むことの方が自然のような気がしたからです。一貫した手法を貫く小塩さん、しかし身近なものこそが持つ美しさを素直に引き出し、多彩な光の世界を生み出します。私の中で制作はどこか日記のようなイメージがありまして、経験したことすべてが痕跡、またそういったことのすべての集大成が結果として作品に取り込まれるものが今私にとっての結晶ということです。どうですか。おじおさん、女性らしくて優しい口調じゃないですか。作品にもこう温かくて、こう儚い感じそのまま出てますよね。あ、そうかもしれませんね、うん、光のふわっとした感じは確かにそこに通じるかも、うん、どうですか、はい、おじおさんの作品、ほんと実際に間近で見ると本当に磁器でこんな柔らかいニュアンスが出るのかと本当に驚かされました。それと同時にやっぱりおじおさん自身の柔軟さも表現されているなと思いました、うん、そのおじおさんの個展が来月三重県で開催されます。会場は四日市市のギャラリー目黒陶芸館で、会期は来月15日日曜日から22日日曜日までです。入場は無料です。新作の節穀の花の靴も展示されるということです。以上、岐阜カルチャーでした。